2位も難しいんですが、都知事選終盤で連邦候補があ、まさかの大失速を起こした最もな理由と。まあもう理由はいくつも挙げ、えー、げられる状態。まあ一言で言えば連邦だからという話になるんですけども、えー。もはや1位に近い2位ではなく3位に近い2位か。3位転落もありそうだ。いや、ほんといいね、えー。連邦3位っていうのが、なんかもう見出しに踊ったらもう本当天にも昇る気分だなと思いますが。 えー、7月7日、あの、東京都知事選で、えー、小池の対抗馬と目されていた連邦が支持は失速しているということで。はい、えー、6月20日の公示日直後に政界関係者などで出回った自民党調査なるデータ、これありましたね。ツイッター、Twitter、で一部、えー、データがですね、こう結構出回ったりしました、えー。小池氏10ポイントのリードと。 えー、日本経済新聞社の選挙戦序盤の情勢調査でも小池36、連邦20の両者ある、えー、10ポイントあった。このですね、10ポイント差しかなかったというのが連邦陣営のですね、出馬する一、えーえー、つのハードルだったらしいですね。はい。これだったら逆転もあり得るということでね、えー、見すぼらしい選挙にならないということでですね、まあ連邦が出馬を決めたという,うこともあったようです。まあただ、選挙戦が進み、進むにつれてですね、連邦の不人気っぷりがですね、<laughs> えー、どんどんね、拡大していって、今ではですねも、もうね、10ポイントどころか20ポイント、30ポイントというふうに、まあ開いていってですね、石丸、えー、候補にも負ける、えー、かと言われる始末という感じ非常に飯のうまい展開だなと。 いうふうに思います。はい。えー、でですね、これ、えー、東京都は無党派層が圧倒的に多く、数が増えば到落を左右しかねないのが特徴だ。この無党派層が多いというのがやっぱりね、都市部に多い傾向だと思うんですけども、えー、まあ、無党派層も多いし、リベラル層も多いという感じなんですが、その無党派層がですね、えー、なんと、これ明確にですね、これ、連邦よりも石丸氏を支持するといった、まあ,あ、人が多くなっているということで、これが非常にですね、連邦からすりゃですね、 えー、もう本当に踏んだり蹴ったりという感じです。費用ごと西丸氏に追い,か追い上げられており、小池氏に勝活動が2意を死守と目標が下方修正されている。<laughs> 情けねえ話だよ、本当に。えー、情勢調査は各社で割れてるが、日テレの調査とされる小池43、蓮舫19、石丸16。 という数字が実態に近いと感じると。ここまで差が開いているんですね。まあもう小池当選というのはほぼ、まあ確実視されているといった状況です。あとはもう蓮舫と石丸どっちが勝つかというところですね。いや、これ石丸が勝ったら本当面白いけどね。はい。6月30日までの期日前投票のデータとして NHK が算出したとされる数字では、小池45、石丸25、蓮舫20。これ勝ってますね、石丸が蓮舫に。 え、石丸氏に抜かれていた、すでに陣営では責任を都連会長と幹事長に押し付けようという動き出始めている。<laughs> いやいや、もう、どう考えても、まず、蓮舫の不人気っぷりが一番の原因だろうと。もう、蓮舫はその自分の前回の参院選でもですね、なんか順位がなんか4位とかその辺に落ちてですね、えー、それは執行部の責任だとか言ってほざいてたみたいなんですが、お前の不人気っぷりが理由だろうと。<laughs> いう話自分の選挙結果まで人になすりつけよう責任を他人のせいだというのはですね、 えー、そんなやつを政治家にしていいわけがないという感じです。もう仮になんか土地になってね、なんかこう、適当なことやって失敗してもですね、なんか周りが悪いんだとか言い始めたらもう手に負えませんからね。えー、もう静岡のですね、小赤知事のことを笑えなくなってきますんで、はい。まあ、蓮舫都知事というのはね、えー、どうもなさそうだといった情勢になってよかったなというふうに思いますが、 はい、ええー、まあそういうことでですね、ええー、まあその、この公約もですね、もうなんか立憲が言ってるようなことを適当に並べただけだみたいな感じですね、ええー、全く評価されていません。えー、そして一方の小池、えー、の写真が出てますけれども、はい、ええー、まあ、蓮舫は人が多い中央線、沿線を中心に演説している。 えー、しかし、話の内容は若者や非正規の格差、解消、徴収に響かせたいなら23区内でも平均所得の高くはない地域で演説すべきだった。<laughs> 一体どこのことを言ってるんでしょうかあはっきり明示してませんけどね。えー、足立区とかですね。えー、荒川区とかそ、その辺のことを言ってるのかどうなのかという感じなんですけども。えー、立憲、共産党、社民党の3党で取れると目線に塗ってるのは140万票程度。不動票を上乗せしないと小池氏には勝てない。ところが、不動票は人気急上昇中の石丸候補がさらってる。もうやばいですね、これは。<laughs> これ不動票がね、このー、 立憲などに流れるというのが、まあ最近起こっていた選挙でですね、えー、その、自民候補が敗れて、立憲候補を勝つみたいな理由の、まあ大きな一つだったわけなんですが、えー、その不動票を石丸にかっさらわらわれていると、<laughs> まあもう蓮舫の顔なんて見飽きたところの話じゃないですからね、もう顔どころかもうこあの声を聞くだけでですね、 えー、腹立ってくると、もうなんか選挙で散々がなってですね、もう最近はなんかかすれ声でですね、なんか、えー、YouTube のなんかあ中田敦彦の動画とか出てましたけど、あのかすれ声でさえ腹立つという感じですね、お前が何をがなることがあるんだと、家でもうボソボソ喋ってろという話なんですが、はいえー、頼みの不動票も石丸候補がさらってるとういうことです、反小池票も石丸候補に持ってかれるという低たらくだと。 えー、まあ、反小池って思ってる人もね、それ以上に反連邦と思ってるでしょうからね。<laughs> えー、そもそも、じゃあ、この二人の、だけしか候補者がいなかったら、そういう人たちはどこに票を入れてたのかなというふうに思いますが、えー、小池氏は6月22日に八条寺まで、えー、告知後初となる回答演説を行い、これありましたね。 えー、まあ、いわゆるなんかこう、川上作戦というやつですね。この、まあ、田舎とか東昇部とかそっちから最初に選挙、演説を、選挙活動を始めて、まあ徐々に都心部に向かっていくという感じ。まあ、これ以外にやりようないだろうと思いますけどね。 えー、八丈島とか、まあ、地方とかね、行くんだったら、もう、選挙の終盤で行ったって、やっぱ、票が一番集まってるのは人口が多いところなんで、まあ、選挙の投開票日が近づくにつれ、そういうところでね、活動していかなくなる、風、えー、ふうになりますから、まあ、だから、やっぱ、その、そういう地方部っていうのは、最初に、 誰が来たかでですね、あこの候補はあ地方のことも考えてくれてるみたいにね、まあ住民としては思うかもしれませんので、まあ最初にそういうところに向かうって <laughs>、はっきり言って一択あると思うんですけども、えー、連邦陣営はそれすらも分かっていないのかという感じですかね。はい。えー、まあそういうことでですね、様々なことがあって、これ石丸氏にも言及されてますね。えー、これはですね、はい、えー、演説は下手だけど、 えー、そこが、あ長田町に染まってないようで新鮮に移るのではないかということ。石丸の演説は下手であるというふうにですね。 えこれは、あなんかこの石丸陣営で選挙プランナーをしている、えー、人がいるみたいなんですが、そう言ってますね。えー、私も20代から150近くの選挙に携わってきたが、ボランティアが5000人も集まった候補を見たことがない。えー、まあ石丸の,その人気はですね、なんかこう作り物だとかいろんなね、えー、なんか切り抜き動画、金で、えー、こうスタッフを集めてやっているとかいろんなこと言われるんですが、まあ、ボランティアが一定数集まっているといった現実もあると、まあ、いうことで。 えー、まあ全部が全部ネットで作られただけの、まあハリボテの人気ではないんだろうなという気はするんですけども。はい。えー、まあね、その若い、まあ比較的政治家の候補としては若いこの石丸。まあルックスもなんか、そんなにイケメンとは思わないですけど、おばちゃんを受けはするかもしれないみたいなね。 えー、なんか誠実そうとかで勝手にね、こう、想像して言ってるかもしれません。まあ、えー、実際はどういう人かわかりません。もう、ね、えー、今メジャーの大谷の勝つの通訳だった、水原一平でもね、なんか爽やかな、高あ、好青年だみたいに言ってましたから、世間はね。<laughs> あんな嫌いの大泥棒であるですね。えー、悪人の塊みたいなやつをですね、えー、世間の人はよく知らずに、えー、好青年だとか言ってたわけなんで、 はい。まあ、いい加減なものなんですけども、人は見かけによらないという感じなんですが、はい。えー、まあ、そういったね、まあ,あ、女性というのはその男に対してそういう幻想を膨らませやすいですからね。はい。えー、まあ、そういう、もう、宮北を、なんかおばあちゃん候補に入れるぐらいだったらですね、まあ、比較的若い男性候補に入れたいみたいな、<laughs> まあ,あ、特殊な人気もあるんじゃないのかなという感じはします。はい。お金をかけずにポスターを公営掲示板に貼れた上、これは大きいですね。 えー、献金は2億円も集まった予想外のことが次々に起きているということで、まあ、やけになんかドトールコーヒーをはじめとしていろんな会社の企業がですね、結構公園に回っているということですね。はい。えーまあ、謎の影響力を持っているという感じです。えーまあ、私は石丸候補というのは来年に、えー、広島県知事選挙が行われるようなんで、まあ、そこがね、やっぱり本命なんじゃないのかなと。それまでの、まあまあ、今回はですね、つなぎみたいなね、えー、市長を2期連続やったら、まあ、1年ぐらいで辞めないと県知事には広 福島県内に出れないと選挙に出れないとなりますから。 まあちょっとそれあるとさすがに無責任っていう印象になってしまうんで、まあ、あと1年間なんとか場を繋いでね、広島県知事に打って出ようという、まあ作戦の一環で都知事選に出てんのかなという気もするんですけども、まあこの都知事選の結果によってはね、えー、予定変更してですね、連邦の選挙区で国政に殴り込む、えー、展開もあり得るということですね。まあとにかく連邦が落選すではとりあえずは何でもいいと。えー、辻元清美もね、えー、一回落選してですね、審、えー、新端を舐めましたからね。 はい。もう辻元の、なんか、悪友だとかですね。蓮舫はね、こう言われてるようなんで <laughs>、えー、悪友でも親友でも何でもいいんですが、とにかく一回落選しろというふうに思います。 はい。えー、まあ、そういう感じでですね、150万票は見えてきた。2位は蓮舫さんではなく石丸でしょこう。当初蓮舫は、まあ、140万票が関の山というのを、ねえー、言われているようなんですが、石丸150万票見えてきたということで。まあ、これ石丸陣営が言ってることなんで、まあ結構鉛筆舐めては言ってると思うんですが、まあ、ああ、ここに来て選挙戦がですね、ええー、ちょっと面白くなってきたというふうに見る人もいるんじゃないかなと思いますんで。 はい、えー、ぜひですね、えー、保守者が望むような結果になって、えー、2位にもなれない連邦にね、えー、全員で国民、えー、もうスタンディングオベーションでですね、2位じゃダメなんですかというふうに連邦に言いたいと思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。